持長哲氏は、日本の元官僚、政治活動家。元自民党宮崎県第三選挙区支部長。元自民党総合政策研究所主任研究員。衆院選に2度、宮崎県知事選に1度出馬するも落選。父は、元衆議院議員の持長和美。叔父は、元自知事務次官の持長隆市民。東京都生まれ、改正高等学校を経て、 東京大学法学部を卒業し、通商産業省に入省。通産省在職中に、ジョンズ・ホップキンス、大学高等国際問題研究大学院に留学し、大臣官房参事官などを歴任。通産省が、省庁再編を経て、経済産業省となった後では、経済産業政策局参事官、産業技術環境局技術振興課長を務めた。 2003年11月の総選挙に、父の後継として、宮崎3区に無所属で出馬。古川貞治との自民党公認調整がつかず、2名とも無所属での立候補となったが、敗れて落選。その後、北陸先端科学技術大学院、大学客員教授を務めて、2005年9月の総選挙には古川が郵政国会で造反したことから、 自民党公認を得て出馬するが落選。2007年1月の宮崎県知事選にも自民党、公明党推薦で出馬するものの、保守自民営から河村秀三郎が立候補して分裂選挙となる。知事選は東国原秀夫が当選し、持ち長は落選した。選挙には敗北したものの、東国原秀夫知事から副知事への就任を打診される。しかし、 この情報が公式発表前にマスコミにリークされる。選挙戦の対立候補を副知事に起用することは異例のこととして注目された。副知事起用には県議会の過半数の賛成という承認が必要であったためあまりにも県議会とかけ離れた人物を副知事に起用できないという問題もあった。その点、県議会で42人中32人が 自民会派で占めており、自民党に近い持長の副知事企業には、県議会の承認も問題ないと思われ、東国原が、県議会とのパイプ役を模索していると報道された。持長は、中央官庁出身であったことから、中央官会とのパイプも模索している、と報道された。東国原は、選挙戦を通じ、企業誘致などの分野で、 私より優れた政策を打ち出しており有能だ。三年間、宮崎で政治活動を行っており、自分より、宮崎の実情に、詳しいと述べ、持ち長の副知事起用を模索する。しかし、東国原は、知事選中に、保守分裂で、自民党から二人出てきた。また宮崎は、権力争いですよ。元官僚には改革はできない。 政治家の二世にも改革はできないと主張して、対立候補である持長を批判していたことから、県民の反発が強まった。最終的に東国原は、持長の副知事起用を断念した。結果として、副知事人事において、東国原によって振り回されて、晒し者にされた形になった、持長だが、知事も悩まれたようだ。比例があったとは思わないと知事の教訓に。 一定の理解を示した。2007年5月、株式会社日本総合研究所に入社。総合研究部門主席研究員を務めた。2008年8月6日、家族旅行で訪れていた沖縄県なき人村のビーチで遊泳中に、心臓発作を起こし休止。ありがとうございます。